2023年7月のドラマ俳優のブランド評判に関するビッグデータ分析結果が公開されました。この分析は2023年6月4日から7月4日まで放送されたドラマに出演した50人の俳優のブランドビッグデータを収集し、消費者のブランド参加指数、メディア UV 数、コミュニケーション指数、コミュニティ指数で評価し、ブランド評判指数を分析するものです。7月の分析結果では、6月の結果と比較してに 67% の減少が見られました。7月のドラマ俳優ブランド評判の分析結果によると、1位は午後2時のジュノ、2位は女優のキムテリ、3位は女優のキムテフィでした。1位のジュノのブランド評判指数は3310/965で、参加指数は624/324、メディア指数は579/279、コミュニケーション指数は922/020、コミュニティ指数は1853/43となりました。ジュノは昨日3日に少女時代のユナとの熱愛説が浮上したため、さらなる注目を集めています。2位のキムテリのブランド評判指数は315,900で、参加指数は475,546、メディア指数は429,343、コミュニケーション指数は53,868、コミュニティ指数は1722/312でした。3位のキムテヒのブランド評判指数は313,913で、参加指数は53,217、メディア指数は444,144、コミュニケーション指数は538,419、コミュニティ指数は1653/359でした。4位には、ドラマ、ザ・グローリーから輝かしい復讐や、庭のある家で活躍している女優のイムジヨンがランクインし、5位には、生まれへんわってもよろしくの女優シン・ヘソンが記録しました。韓国企業評判研究所のクチャンフアン所長は、ジュノが1位になった理由として、ドラマ、キング・ザ・ランドでの活躍が、消費者の関心を集めたことを、挙げています。ジュノの、ブ・